のりこさん。はい、てっぺいさん。こんにちは。こんにちはは。こんにちはは。あ、ちわは。こんにちはは。OK。はい。はい。ですか。まあ、週のね、真ん中、ちょっとなんか疲れてる気がするけど、大丈夫です。はい。水曜日ですね、はいはいはい、今日はね。音は大丈夫ですか？はい、大丈夫ですよ。いつもと同じ。はいはい。はいはい、全然 OK だと思いますよ。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さっきうん、まあ新しい生徒さんで、まあ女性のベトナム人の女性の生徒さんで、はい、いつも哲平さんとのりこさんのポッドキャストを聞きながら、はい、朝ごはんを食べてます。おお、朝ごはん食べてるんだ、すごいな。確か朝だったと思う。昼ごはんだったかな。ありがまあでもご飯を食べてますっていう、ね。食べながらね。ご飯を食べながら。まあ何かしながら。はいはい、ありがたいですね。そうそう。だからやっぱり汚いことは言わないようにしないといけない。汚いこと言わないようにね。はいはいはい。そうですね。確かに気をつけなきゃね。はい。ちょっとトイレ行っていいですか？いきなりですか？まあまあそういう話はしないように。まあ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 。冗談ですよ。でも本当に緊急だったら行かなきゃいけないんじゃないとか言って。また続けますね。いや真面目な真面目な話ですよ。お腹が痛くなって。そうそう、あるでしょそんなこと。はいはい、ちょっとカレーライス食べ過ぎたりして。カレーライスか辛いもの食べ過ぎたか。はい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 。そしたら痛くなりますからね。そう。のりこさんそろそろやめてください。はい、ごめんなさい、すいません、はいはい、食べてる人がいますからね。そうですね、そういうことですね。お食事中失礼いたしました。お食事中の方がいるので、いや意外と笑って食べ物を吹き出してしまってるかもしれない。またそっちですか。吹き出してそれが鼻から出てしまったりして、ね、そう、はい、そうそう、やっちゃったみたいな、ね、米が鼻の奥に。いや、すいません皆さん、はい、ごめんなさい。目からうどんが恐ろしいでしょ、うん、いや気をつけてください皆さん、はい、あれ、のりこさんまだ旅行は行ってないですよ、はい、来週明日からですね。明日、はいはいはい、明日はい、出発します、まあ、出発といってもね、はい、そんな遠くに行くわけじゃないんですけど、はい、はい、まあでも一応準備はいつも緊張しますよね、うん、そうですね。どうですか？まあでもありがたいことに、その、はい、この間その旅行したのはクリスマスの時 で、はい、でちょうどまあ、家族に会いに行った旅行だったんですけど、うん、オミクロン株がとても流行っている時で、はいはい、ものすごいいろんなルールがやっぱりあったんですが、幸い今ですね、全然まあ、私が行く旅先とイギリスの間では本当にルールがなくて、はい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 、本当に簡単ですね。はいはいはい、そういう、はい、コロナのいろいろな検査とかをしなくてもいい、はいはい、しなくてもいいので、はいはいはい、とっても準備は実は楽ですね、はいはい、もっとリラックスできると思います、はい、まあ、でもリラックスしすぎてパスポートを忘れたりしないように、はい、いやいや、それはね本当で一番最悪ですね、はい、気をつけなければいけませんけど、はいはいはい、一番大事なもの、ね、忘れ物がないようにね、はい、そうですよね、パスポートが大切ですね。最近はチケットは忘れないですよね、もう携帯だけあれば大丈夫ですからね、うんうん、そうなんですよね、はい、はい、だからやっぱパスポートはやっぱり一番ね。そう、パスポートだけかな、うん、そう思いますね。まあクレジットカードとかね、お金はもちろん、そうそう、カードがあれば、うんうん、他のものは全部買えますからね、はいはい、忘れてもなんとかなりますよね、うん、はい、なんかあるんですか、必ず持っていくもの、人によってはマイ枕、その枕を、あ、自分の枕を、いますね、時々ね、うん、いやいや、私そんなことないですよ。しかもね、短い旅行、週末だけの旅行ですから、そんなね荷物もたくさんじゃないですね、少ないです。パジャマは、もあ、それは持っていきますね。あ、持っていくんですね。はい、私持っていきます、マイパジャマ。え、持っていかないの？まあ、友達の家だったら持っていくかもしれないけど、うん、まあでも家族って言っても親じゃないですからね。あ、残念ながら家族の家には泊まれないんですね。私、あ、泊まらない。はいはい。ちょっとその家族の家に泊まりたかったんですけど、ちょっと先にもうゲストが来ておりまして、あ、本当にその家族が集まるんですね。私たちだけじゃないので、あ、なので私たちはホテルなんですね。すね、はい。前はそこに泊まったんですよね。うん、
前はですね、ちょっと複雑、家族の親戚の家に泊まらせてもらって最初。で、その後コペンハーゲンに移動した時にホテルでした。ああ、そうですか。はいはい、はい、はい、うん。ホテルだったらパジャマはない。ないです、ね。パジャマというかガウン、ない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 、ないね、全然ないです。何もない。うん、はい、まあ、でもホテルの中だったら裸でもいいんじゃないですか。え？いやいや、そう、寒いんじゃない？私やっぱ寒がりだから、どこに行っても。うん、もし寒くなかったら。まあ、寒くなかったらね。どこでも、まあ、でも落ち着かないです。旅行に行くから、そうですね、落ち着かないというか、まあね。なんか、うん、裸、まあ、まあ、奥さんと2人で、ね、でも、裸だとちょっと、うん、あの、は、なんか、なんていうの、なんか変です。変ですよね。いや、なんか、やっぱりそんなことはないよね。ほとんどホテルにいる時間が少ないと思うから、はいはい、うん、なんかね、そんな、いやいやいや、いや、まあ、パジャマ持って行って、パジャマ着て。そうですね。うんうん、寝ますね、やっぱり。まあでも夏だから、本当に荷物は少ないですよね、うん、冬に比べると。そうですね。コートとかいらないです、ね。本当にセーターとかないですからね。はい、はい、はい、はい。まあ、うん、簡単なシャツとかぐらいで十分ですよね。そうそう、十分です、十分です。うん、はい。いいな、旅行いいですよね。アトペさん、あの家族に会いに行ったりという、まあ、まだな、夏に多分行くと思いますけどね。あの、スペインはちょっと分かりません。うん、夏じゃないと思うな。うん、冬はちょっと。そうですね。やっぱちょっとタイミングをずらした方がいいでしょうね。なんか、まだ日本の方がちょっとはっきりしないでしょ、うん、今。そうね、してないね、全然。そう、その海外に行くことはできるけど、日本に帰ってくるときに、いろいろまためんどくさい、ね。いろいろありま、うん、あるみたいですね、いろいろ、ね。だから問題は日本の方がどうなるかですよ ね、 ね、ちょっとまだ読めないので、そうですね、はい、ちょっと、まあ、ね、読めませんね、全然、はい、うん、でもあの大分県だったらね、多分行けるかな、そうそうそ う、 そう、大分の方にはね、あの、うん、夏に行こうかなと思ってますけど、うん、そうですね、あの多分ね、うん、なんか国内旅行の場合チケット買わないじゃないですか、うん、そんなに早く、だから、うん、でも早く買った方が安いのやっぱりね、多分、まあね、まあそうですね、うん、まあでもその海外は本当に早く決めないといけないですよね、まあいろいろね、はい、いろいろやっぱちょっとねプラン立てなきゃいけないからね、そう、うん、そうそう、だけど国内はなんかまだなんか旅行っていつも航空券を買って、うん、買うところでもうなんかこう決まりますよね、その計画が、はいはいはい、ああ買った、航空券を買った、うんうん、よし行くんだそんな感じですね、そうそうそう、ね、うん、まあそれがたとえ3ヶ月後4ヶ月後だとしても、うん、まず航空券を予約するところでなんかこう始まります、ね、うん、はいはい、そう計画が、うん、でもちょっと国内日本の中だと、まあ、そんなに早く買わなくてもいいんで、なんか、うん、行くのかな、本当に行かないのかなっていうのが決まった気がしないです、うんうんうん、なるほど、まあ、多分行きます、夏はね、多分ね、うんうんうん、はい、ね、まあ、いやそんな話やってもいやそうですよ、6月も中旬だから早いよね、多分あっという間になんかもう8月とかなってそうですよね、はい、でもなんか寒くてですね、あ、そうみたいですね、何、雨が、え、よく降ってて、そう、雨が続いてて、うんうん、まあ毎日肌寒い、ちょっと肌寒い、今多分、うんうん、今日もずっと16度17度ぐらい、それもちょっと寒いですね、日本のね、うん、この時期にしては、そうですね、16、17、18これぐらいですよね、うん、はい、なんかこう、まあ悪くはないですよ、もちろん悪くはないんですけど、うん、まあ、あのヨーロッパの方がもっと暑いですよね、今アメリカとか、ああ、生徒さんたちと話すとね、結構みんな本当に暑いですとか言ってて、うん、僕が逆に寒いです、ね、初夏ですよね、うん、う、暑いですか今日とか昨日とか、いやいや、あの私が住んでるとこ北アイルランドはそんなこと絶対ないですから、はい、あのいつも肌寒い、多分東京と同じぐらいじゃないですか、ね、今同じぐらい、うん、今ちょっと見てみましょうか、まあ、今私、はい、朝ですからね、朝住んで、あ、今私が住んでるとこ14度ですね。ああ、まあ悪くないね。ちょっと、あの、
そのティーを飲むのに最高の温度じゃないですか。まあ工場でもいいんですけど、その朝、朝コーヒーや紅茶を、温かいね、コーヒーや紅茶を飲むのに、いい感じでしょ、今。うん、いい感じですね。うん、悪くない、悪くない。うん、14度、15度あれば、多分ここだと、もう夏ですね。夏って言ったような言い方だけど、十分、十分。はい。はい、そうなんですね。いいですね。いやいや、まあ今涼しいって言ってもね、どっちみちめちゃくちゃ暑い夏が来ますから、そうそうそう、今のうちだけですよ。そうそう、ね、今のうちにちょっとあの暑い日が、そう、今のうちにあの温かいラーメンとかね食べといた方がいい、ね。本当本当、そのうちね、そうめんとかよね。そうね、夏になるともう暑い食べ物とか食べたくなくなりますから、ね。暑すぎて本当に、うん、はい、食欲がなくなっちゃうよね。そうですね、僕もどちらかといったらそのタイプですね。あの 2つのタイプがありますよね。夏になるとお腹が空かなくなる、がっつり行きたいタイプ、食欲がなくなる人たち と、うん、人と、いや夏は夏で美味しい食べ物あるじゃないですか、僕は食べますよっていうタイプ、うん、僕は夏はやっぱり少し痩せます。あ、はい、夏にちょっと痩せて冬にちょっと太って、まあ1年間同じぐらいって感じです。なるほどね、はい、夏に全然太りませんね。うんうん、はい、まあアイスクリームをたくさん食べればねあれだし、ビールをたくさん飲めばいいんでしょうけど、うん、夏に僕はそれをやるとお腹が痛くなっちゃいました。なんかねそんな気がする。そう、うんうん、夏はなんかこうあんまりたくさん食べられない、うんうん、なんかもう暑すぎてね、なんか出かけたくもないし、なんかじーっとしておきたい。まあ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 、うん、まあまあそんな感じですけど、のりこさんが言うとすごくなんかリアリティがあります。あ、本当。じっとして、うん、いやなんか私も多分東京の、まあ日本の夏とかも多分まあ、ね、ずっといれば慣れると思いますけど、暑すぎます。びっくりするでしょうね。びっくりしてどうしようかと思うぐらいじゃない、私多分。いや本当本当、うん。覚えてますよね。まあ。いやいやいや、その暑さね、うん、なんとなくわかるけど、イメージできるけど、まだやっぱりスペインの夏とか、うん、結構まあカラッとしてて、そうそうそう、ドライな感じよね。日陰に入るとね、はいはい、あの涼しかったりするんですけど、うん、覚えてますね、久しぶりにそのまあ子供、僕の子供にとっては初めての夏、日本の夏、うん、奥さんにとっては久しぶりので、そう、日本に戻ってきて最初の夏、なんかこう夏にもかかわらずちょっと公園とかに行ってしまって、なんか日本人はいないですよね、あの8月の公園とかいないんですよ、で暑すぎて、で、はいはいはい、うわ忘れてたと思って、でもなんかちょっと子供は楽しそうだったからちょっと遊んでたら、まあ、30分ぐらいしたらちょっとなんか顔がなんかもうなんかこう赤くなっちゃって、で子供と奥さん、はいはい、ちょっとあの休もうって言ってね、日陰に入ったんですけど、うん、もう日陰も全然風がないし、あのなんか湿度が高すぎて暑いんですよね。でも子供の奥さんも顔がもうあの肉まんみたいに、まんじゅうみたいになっちゃって、もうなんか スチームサウナの中にいるみたいな、そのね、本当に倒れちゃうよね、ふかしたまんじゅうみたいになってる、はい、やばいなと思って、すぐコンビニに行って、そういう時にコンビニに行けば大丈夫、ね、もう火星を歩くような感じ、火星の上、ミッションオンマーズ、もう火星の上歩く、はい、うわ暑すぎる、うわこっちに来い、うん、あってこうあのなんだっけ、あのコンビニのドアを開けたらね、うん、うわ涼しい、幼稚園はいはいはい、でなんか飲み物を買って、外に出るとまた、ね、うん、またうわーって熱い風、熱波、ね、もうすぐにヒートウェイ、汗が、そう、はあ、いやいや、なんだこれは、ね、わあすごいね、ミッションオンマーズ、また夏がやってきますね、夏が来る、きっと来た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 、大黒巻、すごいね、そうやってすぐ出てくる、すごいね、てっぺいさん、もうどれだけ歌える歌があるんですか。全部あのなんか90年代のなんか J-POP なんで、ちょっとあの短いですよね、期間がね。この前、はいはい、またキッザニアに行ってきました。
おお、やった。今度は何を経験してきたんですか、はい、さん。あ、なんかこのポッドキャストを聞いてる人たちから結構そのキッザニアの話をもらいまして、うん、それについて、うん、先生、キッザニアの、うん、キッザニアは楽しそうですね、うん、とか、アメリカでも調べてみました。いやいや、楽しそうですよ、はい、テキサスにもあります、うん、私聞いただけで、あ、はい、結構いろんなとこにあるんだ。そうそう、結構いろいろなとこにあって、あれね、調べたらもともとはメキシコの会社らしいんです。うん、でももううまくいってるんですね、はい、ビジネスがいろんな国にあって。そうそうそう、この前もね、東京のキッザニアに行ったら、うん、スペイン語が聞こえてきたんで、あれと思ったら、はい、多分メキシコの、まあ、出張かな、ね、メキシコ人のスーツを着た人が4人ぐらいいて。ああ、なるほど。はい、本社から来たのかしらね。そう、チェックしてましたよ。ね、はい、キッザニア東京チェックしてました。なるほど。この前はですね、まず最初、野島電機。野島電機って、はい、何、電気屋さん？野島じゃない、小島か、ごめんなさい。小島電機。家電電化製品ですよね。小島、これビッグカメラ系列？あれでも、違うのかな？だったらごめんなさい、皆さん。ちょっと待ってくださいね。小島。あれでも、ここ、子供の名前のところ、野島になってるの。あ、そう。じゃあ、野島なんじゃない？失礼しました。野島ですね。あ、野島。こっちは野島です。野島。小島もあるんですね。そうそう、あ、本当だ、両方ある。野島、小島も、すごい、あ、失礼しました、はい、両方。小島、まあ、小島ですよね。うん、だ、野島もあるということですね。はいはい、はいはい、失礼しました。はいはい、野島電機で。え、そうそう、野島電機で体験はどんなことできるの？あ、両方あるんですか？本当にね、小島電機と野島電機。はいはい。そうですね、野島で、うん、まあ、お客様のコンサルタンシーをしましたね。おぉ。はい。まあ、電気製品のね。そうそうそう、まあ、まあ、新しいこのいろいろこう、うん、まあ、いろんな電化製品がありますよね。ちょっとこう、はい、あるある、声で色を変える電気とか、うん、緑とか言ったら緑の色になったりとかね、いろいろあるんでしょうか、うん、そういうのにしたり、ダイソンの掃除機とか扇風機とか。うん、そういうものを売ったり、アイロボット、ルンバ売ったりとか、そういうの、うん、テクノロジーとその電化製品、そしてお客様のニーズに応えるコンサルタンシーを、はいはいはい、やりました、息子は。はいはい。頑張ってた？頑張ってましたね。で、その後、僕の子供結構オフィスワークが好きですね。その後、伊藤忠コーポレーション。伊藤忠ですね、すごい、トレーディングカンパニー、伊藤忠で、ニューヨーク、うん、ニューヨークのビジネスマンジョン・スミスさんから のビジネスメール、 E メールが入って、すごいね、すごい具体的ですね。そうそうそう、でジョン・スミスさんは、ジャパンデニム、日本のデニムをアメリカで売りたい、うん、なるほど、でそのマテリアルのサンプルを送ってほしい、かなり具体的なんですね。で、子供たちは、具体的ですね、マテリアル、これがいいんじゃないのかな、うん、あれがいいんじゃないのかなって。で、多分商社パーソンだ。そう、日本のデニム、商社マン、岡山とかのデニムをね、うんうん、岡山とかからデニムを持ってきて、そのサンプルを送って、うん、また、うん、まあ、オンラインミーティングをしてですね。で、ジョン・スミスさんは、うん、ありがとう、私たちは、本当にいいビジネスパートナーになれる。あとでこうディール、イエーイ、すごいな、うん、何百億円のディールを、なかなかね、はいはい、そしてその後車の運転免許を取って、うん、免許センターに行って、うん、ドライビングシミュレーターみたいなので、うん、はいはいはい、免許を取って、そしてその後車を運転しました。うん、で車を運転したらこうガソリンスタンドに行くと他の子どもたちがガソリンを入れてくれて、うん、窓を拭いてくれてですね、すごい、
はい、気をつけて行ってくださいって言ってこう、はい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 、車に乗って、でその後あのヒップホップダンス、お、はい、これはいい、ね、あのルネッサンスというジムですね、またジムなんですけど、ジムのプログラムで、うん、あの、うん、まあ、ヒップホップダンスを教える、はい、まあ、教えるっていうか教わるんですけど、うんうんうん、まあ、ヒップホップダンスをして、最後にあの、うん、マジカルショータイム、マジシャン、素晴らしい、はい、ショーまで出演してね、そう、30分練習して30分ショーをしました。あ、うん、すごかったですね、楽しみましたね、あ、よかったよかった、ね、そしてあのお金を稼いでね、まあ、お金稼いでお金使いましたよね本当の、まあ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 、そうそう、まあまあ、円をたくさん使いましたね、円をたくさん使って、うん、あのキッザニアのお金を少しあのゲットしましたけど、うん、はい、まあまあでも子供は喜んで、よかったね、そう、6時間いたんですね、そこに、そんなに長く、はい、今回はで僕の家から1時間かかるんですね、電車で、はいはいはい、だから起きて朝ごはん食べて、週末に行ったんですか、いや普通のあのなんか週末に学校がなぜか1日あったんで、月曜日が休みになったんですね、あー、いいタイミングでしたね、はい、でその月曜日に行きました、うん、朝起きて朝ごはん食べて、うん、まあ電車に乗って、そうだね、まあ11時ぐらいから入って、うん、5時まで、はい、で夕方5時終わって、でそこから電車に乗って帰って、まあすぐ子供は寝て、その後僕はレッスンが3つ、うん、わあ、お疲れ様、頑張りましたね、長い一日だったね、はい、うん、いやでもレッスンの方がよか楽でした楽っていうのがその座ってね、座って大人と話をするんですね、うん、いやもちろんね、うん、それ座って大人と話をするのと、もうずっと立ったままカメラをなんかこう、うん、カメラを持ってこう子供を追いかける、うん、大変だったね、結構大変でしたね、大変だったね、はい、はい、まあまあ子供は大喜びだけれどもね、そうですね、子供は本当に喜んで、特にマジックショーとか最初恥ずかしいとか言ってたんですけど、終わってみるとあのなんかすごく楽しかったって言ってましたから、うん、ね、はいはい、やっぱり大人としてちょっとこれは考えますよね。あの、結構僕たちもあの子供の意見を尊重するようにしてて、例えば子供にいつもね、これしたい？したくない？あ、したくない？じゃあいいよ。しなくていいよとか、あのしたい？はい、じゃあしようかとか。結構いつも聞きすぎてたんですけど、たまにはですね、なんかこう、ちょっとプッシュしてあげるのもやっぱり大事かなと思いました、ね。でしょうね、うん。はい。なんか子供に聞くとやりたくないとか言うんですよね。うん、でも、やってみると、やった後にあの楽しかった、やってよかったっていうふうに言いますから。そうだよね。もうやってみないとわからないことありますから。そう、ちょっと難しいですよね。その、どれぐらい押せばいいのか。うん、ね、その、難しい時はありますか。そうだね。難しいけど、まあ、はい。はい、ちょっと、まあ、今回嘘をつきました。あと、どんな嘘をついたんですか？あの、なんか、その、オフィスワークをやってた時に、まあ、オフィスワーク終わって子供が出てきた時に、うん、次ヒップホップダンスだから。で、子供が、え？いや、もうパパ予約してしまった。ごめん。ああ、そういう嘘か。もう始まるよ。行ってらっしゃい。頑張れ。みたいな。そしたら、とか言いながら踊ってました。うん、なるほど、ね。で、そのヒップホップダンスから出てきたら、こっち来て、次もう予約しちゃったからごめんね。え、何？マジックショー？その作戦か。そうそう。はい、頑張って。まあ、なんとかなりました。はい、本当は予約とかないんですよね、全然。結果楽しかったから。そうそうそう。ね、うん、その通りです。よかったよかった。いい、いい。